こんにちは、おきです。沖縄にいます。4月5日の金曜日から今日4月7日の日曜日までですね、こちら沖縄に滞在してまして、友達のですね結婚式がありましたんでですね、はい、ちょっと行ってきたんですけども、今日最終日ちょっと時間があったので、ここはですね国際通りの大体真ん中あたりですね、はい、この広場があるところに、来ています。ね、これ島唄ライブ開催中、ね、沖縄料理って書いてあるんですけども、はい、向こうからですね K-POP が流れてますね、はい、韓国料理屋さんも、ね、向こうにあったりしますね。まあいろんなものがあるですね、国際通り。先日ですね、あの地下鉄御堂筋線北大阪急行が、ね、延伸したあの箕面茅野ってところの駅に、ね、行ってまったりリポートをしてみたんですけど、それがですねかなり、再生回数が多かったんで、今回はですね国際通りを、ね、歩きながらちょっとねまったりリポートなんかもねしてみたいなというふうに思います。はい、いいですね、三振の音が、鳴り響いてますけども、であそこにあるねビール、さっき言ったんですけども、のれん街っていうのがあるそうなんでね、ちょっと面白そうなんで、皆さんにもご紹介したいと思います。はい、こちらですね、これね伝統的な市場を再現しているとのことなんですけど、これ見てください。なんかね韓国語界ってあるんですよね。そう、韓国料理屋さんもあるんですけどね、はい、まあ、あるということで沖縄料理と韓国料理が食べれる、そういうですね、場所になっていますね。なかなかね、でもね違和感ないんですよ。沖縄の文化と韓国の文化ってめっちゃ似てるんでね、なんかね別にこれね違和感がないんですよね。はい、ということで、こういったところでですねご飯食べるっていうのが沖縄の旅の楽しいところの一つなんじゃないですかね。さあ、それでは国際通りね、ちょっと歩いていきたいと思います。はい、歩いていきますって言いますけどですね、国際通りからですね、また別の通りにですね、はい、入りたいと思います。こちら平和通り商店街ということですね、はい、アーケード商店街になってます。はい、入ってきました。今日ね朝からずっと雨がちの天気なんですけども、国際通りには屋根がございませんので、雨降った時はねこういったところでお買い物とかですね、お土産お買い物したりとか、あと食事をするっていうのがね、賢い手なんじゃないかなというふうに思いますけども、平和通りにですね、まあ、こんな形でお土産屋さんとかですね、アクセサリー屋さんとかがあります。こちらはソーキそばのお店ですね、はい、でこれをまっすぐ行くとですね、壺屋の八千門通りというね、焼き物の通りがあるんですけども、まあ、そこは、ね、屋根がないんで今回は、行かないんですけども、ちょっとね、また沖縄通って行ってみたいなと思っています。でこれすごい安いでしょ。ちんすこ100個入りで、700円って書いてありますけども、こんなねこんな大量に入ってますよ。さっきねここでお買い物を、ね、させていただきましてですね、はい、なので、まあ、おすすめということなんですけども、工場直売店、そうですね、これも工場直売で、これをねさっき買ったんですけどね、はい、こういうかりゆしウェアのねお店がありますね。かりゆしウェアっていうのはですね、まあ、見方によってはねヤンキーとかが着そうなデザインもあるんですけども、実はですね沖縄の清掃なんですよね、はい、背広着てくのと一緒なんですよ。なので昨日ですね、ホテルでかりゆしウェアを貸してくれたので、本当はね背広で結婚式行く予定でしたけども、ものすごいやっぱ暑いということなんでかりゆしウェア貸してもらって1日500円で、ね、貸してもらったんですよ。で、式に出ることができました。泡盛のね専門店とかがありますね。大阪ではね、見ないようなものがたくさんあります。ハイビスカお土産屋さんですね。ここもね結構安かったんですけども、じゃあセンベロって書いてあります、はい、センベロっていうのもですね沖縄の文化なんですね。沖縄は、ね、韓国と一緒でですねお酒を飲む人が結構多いんですけども、こんな形でですね、1000円で収まるようにですねおつまみとですねドリンクですね、オリオンビールとかアーモンドとかが提供されるということですね。センベロいいですよ、本当にねコスパがいいです。沖縄ってねやっぱ物価が大阪とかよりもね安かったりするので、ご飯とかね飲み会とかはね困らないっていうかね、リーズナブルに住むっていうのが特徴ですよね。さあ、土産屋さんね結構あるでしょ。なので雨降ったらねもうこの平和通り来られるのがおすすめです。あ、かりゆしウェアね、結構あれですね、ド派手なやつが売ってましたね。さあ、
なんか妖精みたいなのが、いや、かわいいな。さあ、沖縄料理って書いてありますね。沖縄料理ですね。まあ多分沖縄料理って書くようなお店っていうのは多分観光客向けなんでしょうね。まあ、韓国に行って韓国料理って書いてあるお店にはね、僕はあんま入らないです。やっぱり地元の人がね行くようなお店によく行きますので、はい、工芸品ですね。工芸の体験なんかもやってますね。もう何でもありますよね、この平和通りってね。で、まあ、国際通りほど人はそんなにいないので、ゆっくりショッピングなんかができるんじゃないかなと思います。来た道を戻ってきたんですけど、ここすごいな。なんかここあれですよね、釜山にある国際市場みたいになってますね。雰囲気がいいですね。国際市場もね、去年の夏訪れてるんで、そのロケ、ね、さっさと編集して出してね、こんなに雰囲気似てますよっていうのをねアピールしたいですけど、これ本当これ釜山だ。これすげえな。これまあ文化がね一緒なもんでね、ソウルだとねポンデムン市場、東大門市場、こんな雰囲気ですけど、なかなかね日本ではないようなね佇まいでしょこれ。はい、でここはですね那覇市第一、町公設市場になってます。こっちの方に行ってみましょうか。公設市場のねあれがアーケードっぽいですね。まあ佇まいは、まあ、黒門市場とかそういうところにもねあるような気がしますけども、入り口入ってみましょうか。おお、こちらが岸公設市場になっています。なんとも言えない雰囲気ですね。でもよくね港とかにあるような市場に雰囲気は似てますね。はい、古本屋さんなんかもあります。ファミマがあるんですねこんな中に第一牧師公設市場のアーケードの方ですね来ております。この辺りはねさっきの平和通りと違って日本ですよね。はい、ここにもですね、お土産屋さんがあって3つで1000円とか結構安いお値段で売られていますね。ベニーモタルトも結構安いですね。これ200円引きになってる。大根一層処分って書いてあってですね、これ冬物が売られてるんですけど、なんか全然冬物っぽくないですよねこれね。こっちで言えばまあ冬物なんでしょうけど、はい、ということでアーケード出てですね、あっちはやっぱりちょっとねここから見るとあっちの方はちょっと韓国っぽいですよね。はい、では韓国なのか台湾なのか分かんないですけど、こっちの方に足を運んでいきたいと思います。これ多分ねこれまっすぐ行くと国際通りに出るはずです。やっぱりここは日本じゃないような気分がしてならないですけども、でこうやってお土産屋さんのね値段を見比べながら歩くのも、ね、楽しいですね。まあ何軒かねいろいろ、まあ、ベニューモタルトを中心にですね、まあ、見ているんですけども、そんなには変わるかって言うと変わらないですね。まあ、何パーセントオフとかってなってるんですけど、まあ、全てのお店がですね何パーセント何十パーセントオフとかでお土産売ってるというようなことがまあ現状なんでしょうかね。これはなんかおしゃれなお店ですね。チンスコーはね139円ってなってるんですけど、チンスコーってね実は単価安いんですよ。はい、そうこれチンスコーをねお土産でね、もらった方にがっかりさせる情報なんですけども、チンスコーって安いです。はい、安いんですよ。だからまあ大量にねばらまきたい方は、チンスコーお土産に選ばれるといいと思います。別にまあ安いけど美味しいですからね、美味しかったらね結果オーライなんじゃないですかね。そう、ウルトラマンが登場しましたね。ウルトラマン沖縄屋って書いてありますけども、これはですね沖縄のお土産の有名なところですね。あそこにまたねベニーモタルとか持ってますね。じゃあちょっとウルトラマンにですね、ご挨拶しまして、はい、サトちゃんもいますね。ゾウさんもいます。さあこれは何だろう、この方はオリジナルキャラクターですかね。ベニーモいっぱいまんじゅうっていうのがですねこの沖縄屋の名物になっています。まあ、タルトでもねまんじゅうでもベニーモが食べられたらね
すごい幸せなんですけど。そうではですね、お店の中見てきましたけども、ペコちゃんとですね、日焼けしたミッキーマウスがいますね。手は日焼けしてないですね、はい、あれ手袋か、ミッキーって手袋してるんですかね、あれ どうなんでしょうか、ちょっとそのあの定義がよく分かんないんですけども、はい、そして方いたら、ね、ディズニーマニアの方いたらですね、教えていただければというふうに思います。さあそんなことを言ってるうちにですね、私たちは国際通りに戻ってきました。はい、こちらが、国際通りですね、戻ってきました。で、右にね行きますか、ゴエクエイショウ先生のね、はい、CM やってますね、はい、ゴエクエイショウさん、沖縄のね、芸人、ローカル芸人さんなんですけどね、僕結構好きなんですよね。シーサーの専門店だそうですね。ここにもお土産屋さんなんかあります。僕が初めて沖縄に来たのがですね、中学校3年生の時の修学旅行で、あ、ちょうど今ぐらいの時期かだったんですね。ゴールデンウィークの、ね、手前だったんですけども、初めて沖縄に降り立ってから、まずやってきたのがこの国際通りだったんですね。さあ今ね、平和通りをアーケードくぐりましたけども、向こうが空がね、だいぶ晴れて晴れ渡ってきてますね。さあではですね、あそこにローソンがあるんですけど、ちょっと ATM に行きたいと思います。はい、あのとあることをちょっと試したいですよね。あの別に現金がね、あの結構あり余ってるんですけど、ちょっとね、あのとあることをやりたいんでローソンに行きます。はい、こちらがね、欲しかったんです。はい、2000円札でございます。そう、4000円ね、下ろして2000円札を2枚出そうとしたんですけども、2000円札1枚の1000円札2枚っていう風になってましたね。はい、でもまあ1枚でもね手に入ればいいです。そう、この沖縄ではですね、まあ、2000冊、これね、首里城の守礼門っていうですね、はい、門が描かれているということもありましてですね、2000冊がですね、日本の中で、まあ、一番出回ってるというふうに言われています。はい、2000冊なんてね、もう見なくなったっていうね、人も多いと思いますけども、沖縄でですね、このようにして ATM でお金を下ろすとですね、2000冊が出てきますので、これね、ぜひね、沖縄土産にやっていただきたいというふうに思います。さあ、それでは、どんどんですね、国際通りをまっすぐ行きたいと思います。青になりましたね。本当ね、この国際通りってね、あの釜山の南浦洞と雰囲気は一緒なんですよ。さあ南浦洞の盛岡大通り行きましょうか、はい、だから本当にね、韓国に行かなくてもですね、そういう雰囲気が味わえるんですが、そもそもですね、あの沖縄って韓国より、ね、大阪から遠いところにあるのでですね、 なんかねすごいあの複雑な、ね、気持ちになるんですけどね、まあ、あとはその国際通りね、あのさっきの平和通りみたいな形で国際通りから分岐していく通りもね面白いんですよね。でなんで国際通りって、ね、こんな名前がついてるかというとですね、あの国際的なね、なんかアメリカ軍がね、あの沖縄いますから、アメリカのね、あの物をたくさん売ってるようなお店が多いとか、そういうわけではないんですよ、実は。国際通りっていうのはですね、実はこの辺に昔、国際劇場っていう映画館がありまして、まあ、昔はですね、まあ、テレビとかですね、まあ、ラジオありましたけども、あの映像のメディアがね、なんかあんまり、普及してなかったんで、みんなニュースとかをね、あの映画館でね見たりとか、そういうことが行われていたんですね。なので、まあ、映画館っていうのは非常に街の、まあ、シンボル的な存在になっていたんです。なので、国際劇場がある通りということで国際通りになった。これがですね、まあ、国際通りの、まあ、名前の由来になっています。はい、いいですね、カラフルで、まあ、と言ってるうちにもうね、国際通りもおしまいのところに近づいてきましたね。あ、この辺すごい安いな、安いお店がまたね、土産屋さんありますけども、クイペン、ペンイコウマイって読むんですかね、安く買えますよってあの中国で書いてあります。はい、このところに郵便局がありますね。郵便局ってなんかね、すごい目立たないところに、目立たないとこから出てくるケースも結構ありますよね。面白い気に、ね、あるなと思いますが、自転車
屋さんですね。自転車、あ、貸してくれるんですね。いいですね。自転車好きな人はね、本当自転車でもう30キロ、40キロとか、ね、どんどん行ってしまいますからね。あの電動自転車だったらね、結構行けたりするんですけども。さあ、そして見えてきました。こちらがモノレールですね。沖縄名物モノレールがありまして、で、ここに南西観光ホテルというですね、古くからありそうなホテルがありますね。はい、ということで短い時間でしたけども、この国際通り付近をですね、まったりとリポートをしてみましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、これからね、ゴールデンウィークにかけて、沖縄に行きたいなって思ってる方はね、はい、もしくはもう飛行機取っちゃってるよって方はね、こういう動画を見て、予習教材にね、していただけたらいいなと思ってます。僕自身もね、今回あの結婚式とかでね、いろいろあのフリーな時間があんまりなかったもんで、またね、沖縄に来てみたいなというふうに思いました。もう7年ぶりに来たんですけどね、やっぱり沖縄っていいなというふうに思ったんで、また今年ね、どっかでね、あの1回訪れてみたいというふうに思います。はい、ではそのね、ロケもお楽しみにしておいていただければと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。